はい、皆さんこんにちは、タイギです。今日はですね、こちら名古屋市の北区にあります創作料理りょうたさんの方に食事に参りました。今日りょうたさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ね、本格的にちょっと柔らかい牛肉のステーキの作り方をね、りょうた風って言えばいいですかね、教えていただけるってことで、今日はちょっと寄させていただきました。はい、簡単にできますので、お願いします。はい、まあ、最初に低温で真空するんですけど、真空調理っていうんですかね。そうすると本当に安定したステーキが作りやすいっていう感じですね。こんな感じで入れますね。はい、じゃあこれを今から真空にしていきます。はい、はい、じゃあこれで真空になりましたね。こんな感じでピッチリなってます。まあ、これ低温調理器なんですけど、菌も殺さなきゃいけないので何度以上とかっていうのはちゃんとあるんですけれども、一番柔らかくていい温度が55度なので、まずこれで1時間ここに直接真空したものを入れますね。ここから1時間待ちます。じゃあ次は、パスタ作っていきますね。で、今日のパスタがですね、この椎茸なんですけど、めちゃめちゃでかいんですよ。これ原木生椎茸です。これを使ったペペロンチーノ、椎茸ステーキのペペロンチーノを使っていきます。で、これをまずオーブンに入れるんですけれども、その前にここにこの原木生椎茸を乾燥させた椎茸ですね、これで出汁を取ってます。で、これにもうプラスにプラスなんで漬け込みます。水分入れちゃう、ちょっと贅沢なんですけどね。なるほど、ただ焼くんじゃなくて、このまま焼いてもいいんですかね。プラス、特にこのひだひだの中にジュースを、そうで、まあパスタなのでここに軽くバターを入れます。まあ、味付けに軽く富山のお醤油なんですけど、これをちょっとかけていきます。ただこれ切った時にジュワッとソースみたいになりますよね、パスタの。で、これをまあオーブンで低温でじっくり焼いていきます。はい、じゃあこれオーブンにですね入れていきます。ガスオーブン、よいしょ、だいたい10分ぐらいですね、スタートで。で、待ちます。じゃあパスタ先茹でていっちゃいます。で、しいたけもオーブン入ってますので、ちょうど一緒ぐらいの仕上がりになります。で、このフライパンにニンニクですね、これをペペロンチーノスタイルでいくので、いきます。で、オリーブオイルを入れます。まあ、容量はペペロンチーノみたいなベース一緒です。よいしょ。強火でガッと最初は熱を入れていきます。本当にこの平松さんの椎茸ってあるんですけど、まあ、南知多で育ててるんですけど、今の時期だけですので本当に貴重な椎茸ですね。で、ニンニク色づいてきたら、イタリアンパセリですね、これを入れて、まあ、温度を下げます。普通一般的だともうパスタの茹で汁入れるんですけど、ここも椎茸のこの戻したもののソースで入れます。で、和なのでちょっとネギ入れますね。一度は食べていただきたいなと思いますね。パスタ入れます。で、湯を切って、水分足りなかったらこれちょっとプラスしちゃうかな。おいしそう、もうもうおいしそう。茹で汁だとどうしてもパスタのあのグルテンのあれが出てるんで。味見して、まあ、ちょっとだけ入れて、本当に和えるだけって感じですね。で、ベースはもうこれで、とは椎茸を乗せるっていう感じですね。メインみたいな。はい、です
下のさらにここにこれはもうお好みで絞っていただく。さっきの辛みの部分ですね、柚子の香りをちょっとつけたいのと、うんね、ペペロンチーノの味で辛みこれがマナハナオイルなんですけど、これもちょっとオリーブオイルじゃなくて下に切ってます。で、完成です。うわすごい変わっちゃった。いきます。この原木椎茸のうまさを余すとこなくいただきたいと思います。うわすごい。笑っちゃうなこれ。もうすごすごい。あーおいしいおいしいおいしいソースだけがおいしい。まだ北海道ね、北海道ね、今イントロですからね。うん、お肉の野菜アワビっぽいよね。あ、そうです、アワビか、なるほど、アワビだ、あの蒸しアワビだ。で、この椎茸の銃を下の、ね、麺としても美味しいってやつですよね。うん、表面がカリッとしても美味しいんですけど、あそうですね、柔らかさの維持にはオーブンが役に立つかな。確かにそうです、全体から入る、うん、確かに。これはね、この時期しかないならやっぱりこれを食べなきゃもったいないな。うん、いやこのサイズとこの原木のこの旨味と肉肉しさと、この時期しかないなら椎茸を食べるためにやっぱりこれを食べなきゃ。はい、じゃあ今1時間ですね、1時間55度で入れました。これを1時間だとそこまで色が変わってないですね。でこちらがお肉の下に引くソースなんですけど、ポナータとかラタツイユに似てるお料理なんですけど、それに今回はグリーンピースですね、乾燥したグリーンピースっていうのがあるんですけど、これをちょっと混ぜることによって風味とか出るんですよね。レンズ豆みたいな一般的な、それの緑のグリーンピースバージョン、これだけでお酒飲めちゃうを下に引いて、これがソース代わりみたいな感じですね。別にソース作ってもいいんですけど、お野菜も食べれるので、このお肉に塩しますね。はい、お塩をかけて、でブラックペッパーですね、もう強火で両面をさっと焼いていきます。さっと焼いていきます。結構揚げたんですね、温度ね、湯気がバーッと出ましたもんね。ジャッと焼いていきます。もうすぐ火が入るんです、ね、なるべく焼きたくないのに、さっと周りもガーッと、で、OK です。それで焼きすぎちゃうと低温調理の意味がなくなっちゃうので、お肉をちょっとカットしてもう完成ですね。これよく柔らかに溶けちゃうっていう、ね、はいはい、表現よくお肉ってあるんですけど、はいはい、まあ、
日本人って贅沢なんで柔らかさも欲しいし旨味も欲しくてっていう、そうですね、バランスが欲しがる、そこの要望を応えるには調理法とこのお肉のこのグリーンピース乾燥させることによって、これもオーガニックのやつなんで、うん、はい、いやこいつのやっぱりお肉も柔らかい、はいはい、まあ、ソースもね、お肉、あの野菜がくたっと柔らかい柔らかい中に一つコリコリっと、はいはい、噛んでるっていう実感を感じさせる、メリハリついていいですね、アクセントになりますかね、うん、いや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 、あの料理名から、はい、この感動を味わってほしいです、その料理を読んで、このこれはお見せしなきゃ食べられないですね、これでこそお店の価値ですね、うん、できたすぐ、はいどうぞ、最初の一口目が湯気出てるうちにバクッといく、もうこの、そうですね、この一瞬がここのお店のね、来ないとってことですね、まあ、よく言えば本当できた瞬間に口に入れるのがもう最高の瞬間ですからね、うん、熱いもの熱いうちにっていう感じですね、うん、いいですね、サイズっていう一番いい大きさ、小さすぎる大きさ、毎週金曜日はあのテイクアウトで販売もしてますね、このイチゴのフルーツ、グルテンフリーなんです、この生地もしっかりしてるんですけど、小麦をまず使ってます、で白砂糖も使ってます、動物性も使ってないっていうちょっと変わったタルトですね、食後にも食べやすいです、本当に体に優しいタルトになってますね、はい、言われなきゃ何も思わない、そうですね、ビーガンという、そうですね、スイーツという、きっかけもありまして、もともとビーガンで作ろうって思ったわけでもなくて、はい、そのどうしても今お客様で小さい子供さんがその小麦が食べれないとか、まあ、アレルギーの子供たちがやっぱり増えてきてると思うんですよ、でその中でじゃあ美味しいスイーツ、まあ、それを使わないで作れるのはないかなって言ってちょっと考えたっていう経緯もあります、